ぶっちゃんも昔俺に言うコーラ買ってこいって言ったもんな。それやってたら今度さ、古文のキマロまで真似したかってさお前はお前のやかねえよと思ってさキマロに渡さなかった、無視した忘年会の話しよう。何の忘年会ですか。忘年会でタッチションして、ま、向かいのおばちゃんに上野のあの忘年会やった時それ記憶がなくて、俺誰かに誰か見て、木原さんが誰か見て言ったんじゃなかったっけ。ちょっと俺次の日浅子さんとに頼まれて一緒に行ったじゃないですか、あのお菓子持って謝りにそういうさ悪い記憶け俺なくすからそんなのあった熊本のホテルで、はいはい、あったあった熊本のホテルで元子さんから夜中電話それは言われたら覚えてる、翌日覚えてる、翔平君マイティがよその部屋に入ってあのあった酔っ払ってマイティがよその人の部屋に入って暴れてるみたいだから恭平くん止めに行ってなんて恭平さん初めての巡業じゃない。そうで俺初めての巡業で馬場さんについてた時でそうリング屋から初めて選手に行ったこんな大変なのかよ毎日毎日巡業ってと思ってでコン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 ってその部屋こう行ったらさなかなか出てこないとおかしいなとコン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 ってでなんかその人が恐る恐る出てきて助けてくださいそんなことやってたあんたね。お前したら俺どうしたんですかって言ったらいや誰かが入ってしたら朝子がマイティさん井上さん井上さんごめんなさいとかマイティさんそれでマイティの絵が入ってきたっつってでマイティさんごめんなさいっつって朝子てめえこの野郎っつって無理やり引っ張り出してこいつの部屋の鍵もらってあれマイティじゃないですよ朝子ですよつって朝子のフロント行って朝子の鍵もらってこれやろうつってで部屋に押し込んでそして次の日とあのおじちゃんがプログラマーのおじさんがあのその人に バスタオル持ってって本当ですか。それ知らない。だって俺起きたら血だらここ血出てさこうやってうつ伏せで出てたらあなんだろうこれなんで血出てるのかなと思って全然分かんなくてさ下降りたらみんなの視線が冷たいんですよ。そりゃ冷たいよお前や喋ってくんないからお前大変だったよお前あの時お前で元子さんがまったく朝子くんがどうな。いやあれね翌日大分に移動だったんだけど俺もう吐きたくて吐きたくてバスの中で吐けないじゃないですか。耐えてたもんずっと吐きたくて吐きたくてさ気持ち悪くて吐いて飲んじゃえばよかったじゃんよ。だって馬場さんとか後ろ座ってるんで確かにお前馬場さん目の前に座って俺が横に座って元子さん一番の後ろに座って馬場さんにこうやって毒斬りじゃんって殺されますよ本当上野でね おしっこしてたのはそれで俺ねそれ上野の忘年会でしょ、はい、田上さんにねこのチビ飲めって言われて3杯ぐらい飲まされてから記憶がないんだよね。いや次の日一緒に僕は行った記憶あるんですよね、菓子折り持って謝りに、はい、何したの俺俺のとこにも謝りに来た。木原さんにもなんかね、なんか暴言吐いたらしくて謝ったの。俺は暴言吐いたね、あなたと西永さんが殴り屋の喧嘩したから止めたんですよ。それもなんとなくうっすら覚えてない全然覚えてない殴り屋そんなこと俺したしたんだって。あ今聞いたよ。それてもんね、俺の役目だったんじゃないの。いやそしたらなんかそのまま外出てってあの民家のおしっこしたんでしょ多分。本当にですか。時間が長かったですよね、うん、結構夕方の早い時間からやってたよ、はい、うん、俺はもう川田さんに怒らされて血だらけになってそうですそんなことあったんですか、うん、裏でそんな事件が。サッカーボールキックがありましたねそんな事件がそれは覚えてます。酔っ払ってから来てるのかなってまたかかってるなんかお前警察沙汰になるやつばっかりじゃないの。いやあの日僕結構記憶ある方ですよ。大森さんがだってその後浜口さんとか合流しなきゃいけないから多分セーブしてちゃんとみんなを監視してたんですよ。多分そうです。もうこんなとこにいられないって言って帰ってきた。うちに謝りに来たよね。謝りに行った覚えありますよ俺。すいませんっつって俺別にだから俺も多分何で謝りに来たんだ。全然もうなんか記憶ないこと多いですもんね。なんかお酒飲んでる西永さんとな殴り合ってこんなことするようなするような人じゃない同士でやってんだから。いや全然覚えてない。なんかあったんだ。なんかあったんだろうね。なんかあったんですよ、ね。女の取り合いしたんじゃないの？いやそこ男しかいなかったですよね。確か。福田明子なら別に何発でもぶん殴って。じゃなくて裏で裏で裏で。なんか昔は怖いね。木原さんがちょっと横になってたんですよね。
なんかちょよく覚えてるね、大森。そしたら川さんがそこ通ろうとしたときに、あの木原さんが横になってたから、うん、通れねえだろうみたいな感じで。あ、それで食らったんだ。川さんのなんかあれなわけじゃないですよ、全然。ああ、はい、なんかしたわけじゃないんだ。すみません、僕の記憶ですけど。いやでもその後もかかってったらしいよ、ね。あ、本当ですか。でそのままフロントキックでそのまま酒のとこバーンとぶつかって酒小屋から落ちてきて血だらけになって。本当に？そんな凄まじいことがあったの？分かんないよ。分かんない。その辺も何されたか分かんないけど。怖いよね。家帰ったら血だらけだった。本当かよ。ブッチャー飼育状態だ。すごいね。あ、ブッチャーも昔俺に言うコーラ買ってこいって言ったもんな、命令されて死んで死ぬ時に。お前コーラ買ってこいって言われて、はい、お前も飲むかって、俺も飲むって言ったら、じゃあお前2つ買ってこいって言って、俺2つ持ってったら、お前も飲めって言われて渡されたら金くんなかったですよ。それが何回もあったもん。お前も飲むかって俺の金ですよ。何回もあったもん、それ。ああ今回もくれねえんだなと思ってさ、あ今度さ古文の木原までまでしたがってさ、お前はお前のやかねえよとか言ってさ、木原にも買いに行かされた。これよく言うこの木原に落とさなかったですよね。ノって金つけたんです。いや無視した。聞こえないふりした。だって真似すんだもん。あと誰にこき使われたの、外国人。いやそのぐらいじゃないかな。ゴディとかウィリアムさ、あれはランドリーボーイって言われてさ、よく。いや僕もあるランドリーボーイって言われて、て洗濯物を俺に渡すんだよ。ランドリーで後からイジビナさんが来たら、イジビナさんさサイコロみたいな頭してるじゃん。ダイスとか言われてさ、頭見てダイスっつって。その後にニューランドリーボーイつって変わったんだよ。いや僕その泉田さんの下請けでしたからね。本当ダイスって言われたんだ。え、泉田さんが自分でやれって言われてんのに大森さんにやらした。下請けで。いや、あそんなのあったんだ。じゃあダイスボーイじゃん。孫受けはいなかったです、さすがに。ダイス下請けで。ダイスズボーイ。笑ったらダイスたち何かと思った。いやもうあのもう量がものすごかったですね。すごい。四角いやった。わかるでしょ。イメージつきますよね。わかる。でもよく考えるよね、ダイスとかさ。フチさんなんかさ、フチさんがいじめさん頭見て嘘つったもんね。嘘みたいな。嘘みたいな頭しちゃったのさ、ひどいことやってると思って。そしたらいじめさん、嘘とか言ってたもんね。つまんだらししたね。いくら先輩の浅子さんとも言えども、それ以上言ったら僕怒りますよって言ったなんかあったね。そんなのあってる、そういう。そういうセリフあった。でも外人で洗濯してたらあの2人ぐらいじゃない、ゴディ・ウィリアムスぐらいじゃない。何度で刺してたの、あと聞いたことないもん。洗濯してないんだろうな。なんかでも外人独特の匂いがついてるんですよね、このコロンとか、ああいうあれがまた落ちないんですよね、あの匂いがさ。スタンハッセンが、ジョーさんがあまりにも臭いから洗濯してやってくれっつって、あのサポーター。僕何度かランドリーで一緒になったことありますよ。あの、はい、ハンセンさんはランドリー行くよね。はい、自分でやってましたね。あで、マサオも臭いんだよ。マサオのエルフォーパッドです、うん、いや、あれじゃないですか、リストバンド。あリストバンドとか、はい、もう前昔してました。そんでボディチェックするときにマサオわざとこうやってやんだよ。俺がボディチェックしようとすると、はい、こうやってわざとこうやってやんで、臭いんだよあれが。あいつ、あれホステルだけだからね。最近ホテル行くとさ、ビジネスホテル行くとあのシュッシュが、シュッシュありますね、はい、シュッシュあるじゃん、うん、そうするとあいつ洗濯しないで全部あれで済ますんだよ。あ、シュッシュだけ、シュッシュで、うん、で、いや、キュウエさんあれやりすぎて手が痛くなったっつってどんだけやってるんですか。で亡くなったからフロント電話入れてそんなにおかわりおかわりくださいっつってあのファミリーズのおかわりしたっつうぐらいだから、それだったら洗濯した方が早いじゃん。あいつシュ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 、それ蒸発しきらないんじゃないですか。あ、そんなにしきれないですね。ぐちゅぐちゅしちゃった、ぐちゅぐちゅにしちゃった、ぐちゅぐちゅに。いや、マサオのあのファミリーズの凄さはすごいよ。スタンハンセンよりすごかった。だから井上さんもあの
エアコンも夏は16度ですもんね。冷えてたね。はい、その上で、キンキンだったね。下でも冷凍マグロになるよ。へそ出して寝てましたからね。裸だったよね、あの人ね。そうすね。あの人裸だもん。寝られるんだ。あの人寝引きすごいじゃん。すごいっすね。ものすごい音するよね、合宿所にいるとさ。ゴー今にいるのに、すごい聞こえてくるの。2階の部屋のいびきが聞こえてきた。俺、馬場さんね、幅開き持ってるって言われてさ、まあ、こんなもん、もう吸いかけがさ終わりぐらいなんですよ。タバコ持ってろって言われて、こんちっちゃいの渡されて、だって持つとこ、馬場さんが持ってるところにやっとなんですよ。はい、俺が渡されて持つとこないんですよ。で、持ってろって言われて、はいって言われて、持ったら、あったあっちそれも捨ててさ、そしたら、この野郎ってなる。だって持てないわーつって。わかるでしょうね。こんなちっちゃいやつをさ。いや、わかるんだけど。反射ですよ、反射、あっちって。タバコ吸う人からすると、うん、あそこが一番うまいんだよ。だってモテないもん。セスなんでですかね。馬場さんだからこうやってうまいことこうやってふーっつってこうやって持って社長も捨てたらいいんじゃないですか。バカやろ、ここからがうまいんだよつってうっておい、あそこちょっと持っててくれ。あちっいや何百度って温度ですよね。そしたらさ、俺知らなくてさ、あれいくらすんのか知ってるのかって話になったんだね。8000とかするんですよ、1本ね、1本えと思ってさ、大変なことをしてしまったと思ってさ。まあ1本8000かもしれないけど、ここまで来たら500円にもなる。でもあれ持てないよ、絶対。でもでも俺持てないと思うよね。持てないったって捨てちゃうぐらい捨てちゃうな、お前。反射でなるでしょ、人間って。こうやって、いや俺は我慢して持ってるよ。いや、こうやってこうやって熱いの作ってられたら熱いなるでしょ。なんないよ、反射で。大丈夫だよ。いや、絶対なりますったね。馬場さんだよ、お前。だって、大やけどしますよ、ほんと。あれ、逆に馬場さんに帰っても馬場さんを捨てると思うよ。おっしゅいって。そうですよね。なるでしょ。逆に自分受け取った時、俺がやっと持てたとしても、今度馬場さんに返しまで、貸せって言われて、渡してる馬場さんおっしゅいって言う。ある時は多分口を早くなるんですよ。馬場さんの方が手でかいからね。熱い熱い、なる。早くなるよ、その時口調が。あの馬場さんですよ。そうやるな。絶対なる。お前亡くなった途端にお前ひどいこと言うね、お前。いや、そのぐらいすごかったんだから。分かるでしょ、あの。俺はちゃんと我慢してこう持ってるもん、こうやって。いや、絶対できないって。京平さんもそういうのがあったでしょ。いや、ないよ。俺これ持てないだって。用事さしてこうやって持ってる。用事さして。ウインナーしてるやつ。本当に？もうタバコはこっからうまいんだっていうのは知ってるから。逆に怒られるじゃないですか、そんなことやったら。俺は持てないのかって言われて、絶対怒られますよ。俺、鼻毛切ろうと思ってさ、馬場さんが鼻毛出てるからさ、大きいハサミしかなかったんで、それで切ろうと思ったらさ、怒られたら、俺の鼻こんなでけえのかって言われてさ、確かにでっかいハサミだったんだけど、いや、怒ったら、朝子付き人だっけ、だから、試合終わった後にシャワー入るんだよ。でシャワー入るんで俺も一緒についてって、なんだか一緒についてったらロッカーがあって、したら社長が「おい入るぞ」っつってこうやって脱いで、したらバスタオルをさ、そのロッカーの上にポンと置いて、馬場さんがさ「この野郎」って「何ですか?」ったら「お前はちっちゃいから見えねえけど俺はでかいから見えるんだ」って。そのロッカーの上から馬場さん見えるから、はい、こんなに埃溜まってんだろうなって。なるほど、ロッカーの掃除してないですからね。お前はちっちゃいから見えないけど俺は見えるんだなんて言って、おかしい。タオルを埃の上に置き上がってみたいな。そう、もうタオルさ、ありましたね。俺もう大笑いしたよ。こっち真面目ですからね。ね、真面目、真面目ですよ。一生懸命やってたんだ。やってましたよ、本当。俺馬場さんの付き人の時、あのホテルで最後部屋を送って帰るじゃないですか。で昔ペイ TV って勝手にこうやって押さなきゃできないじゃないですか、ね、ペイ TV ペイ TV って知ってます？ペイテレビ、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 有料テレビ。ああ。で昔あれ、あれも針金だよお前。あれプリペイドカードのやつ。昔は針金ですけどね。そう、今昔ってボタンを押すやつがあったんですよ。青いやつとか、ね、そうで俺さ、分かんなくて、なんか知らないうちになんか
動作でおっしゃったんでしょうね、はい、足とか足、お尻とかで。翌日馬場さんが、馬場さんがチェックアウトしてチェックアウトしたら馬場さんは有料テレビ代金になります。馬場さんがエロビデオ見てたけど、ね、俺さあ、もしかしたら俺かもしれないと。なんかベッドとテレビの間が狭かったんですよ、で通った時に俺がね、もしかしたらその時動かした覚えがあるんですよ。それあ、俺でも言えなくて、見てないよ言ってたんだけど、馬場さん払ってましたよ。でも1000円とか正直言わなかったんですよ。言えなかった、あ言えなかった。じゃあそれ元子さん見てたら、なんで馬場さんエロビデオ見てんのって、なるかもしれないさ。おかみさんは絶対やろっつってね、夫婦喧嘩になったかも、なってほしくない。それさ、フロントもまた女の子あったね、ちょうど若い子でさ、向こう見づらかったと思うよ。